When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは。橋本美香のネイルレッスンチャンネルです。今日はとっても簡単なターコイズネイルのやり方を皆さんに紹介します。うまくぼかす方法、線を引く方法、奥行きを出す方法などなど習得していただけると嬉しいです。それではスタート。ベースジェルを塗る前の下処理のやり方から浮きにくいベースジェルの塗り方などの説明というのはレッスン1とレッスン2で詳しくしていますので、今回は割愛させていただきます。ただこれでちょっと皆さんに聞きたいんですけど、これからレッスン動画いっぱいアップしていく予定なんですが、毎回下処理のやり方からベースの塗り方まで詳しく説明した方がいいと思いますか？どの動画を誰がいつ見るかわからないので、私的には毎回説明してもう見なくていいよという人だけがちょっとね早送りしたりとかして飛ばしてもらえばいいのかなという、毎回載せた方がいいんじゃないか派なんですけど、皆さんはどう思いますでしょうか？毎回あるとちょっとめんどくさいなどなどご意見ございましたら、コメントで皆さんの意見を教えてください。はい、ということでね、今日はちょっと省略したバージョンでやっていきます。それではアートの方をやっていきましょう。スタート。まずはレティジアのターコイズというカラー、こちらを使います。しっかりと容器の縁でブラシを絞って少なめに取って、爪のこのイエローラインが隠れるぐらいまで塗っていきます。はい、でここまで塗ると半分なんですけど、少し形を変化させたいので、真ん中または右または左に少しはみ出します。こんな感じ。今はこういう風に形を作りました。では、他の爪も同じように先端にネイルを塗って、で、今度は反対、こっちに少しはみ出る。という風に爪によって角度をね変えていきます。では今度は真ん中、で今度は人差し指と同じような角度にしました。では一度ライトで硬化します。でなぜ親指だけ後で塗ったのかというと、ライトに手を入れるとき、どうしても4本はまっすぐ置けるけど、親指だけこのように横を向いてしまうので、このジェルが皮膚にどんどん流れていってしまいます。なので、4本入れて、その後親指だけをまっすぐにしてライトに入れるという風にします。そのために4本と親指というのは分けて塗っています。はい、では親指だけ今度はライトにまっすぐ入れてください。そしたら次に、レティジアのマーメイドブルーというこういうメタリックカラーと、先ほどの色よりもちょっと色の濃いコバルトターコイズという色と、トルコブルー、こちらの色を使います。さっきのよりもちょっと白っぽい感じで、今からこの3色を一気に使うので、ちょっとボトルの蓋というのを開けて近くに置いておくのがおすすめ。ではまずはトルコブルーから、こんな感じで2箇所くらい合わせます。そしたらここで硬化せずにコバルトターコイズも2箇所くらいのしていきます。では続けてメタリックカラーのマーベルブルー、そしたら次にクリアジェル、こういう透明なジェルというのをさっきの3色が乗っていないところにのせます。そしたら、はい、こういったブラシ、オーバルブラシの先端だけをしならせて、色と色の境目をトントントンと叩いてなじませます。色と色の境目を
トントントンと叩いて、できたら今度はこのアート用のジェル、ホワイトのジェルを、はい、フレンチブラシにとって、でここポイント、強く押しすぎずにブラシの先端を少しジェルにつけたら、ふわっと表面を撫でるように動かします。ブラシをジェルの上にちょんと乗せたら、そのまままっすぐ行くのではなく、ちょっと筆を浮かしながら線を引きます。はい、ではこの状態でライトに入れて硬化します。そしたら今度は DS004 番のゴールドをロングライナーとって、でこの斜めのライン、ここを縁取るように乗せていきます。でこういった縁取りに使う時のゴールドのラメというのは、ラメの濃度がすごく濃いものを選ぶのがポイントです。では硬化します。トルコブルーを乗せる、まあ、親指はちょっと面積が広いので3箇所乗せました。でコバルトターコイズを乗せる、でマーメイドブルーを乗せる、そしてクリアジェルをそのさっき乗せた3色のジェルが乗っていないところに乗せる、でオーバルブラシの先端でジェルとジェルの境目をちょんちょんと叩いてぼかす。ここまではそんなに難しくないかなと思います。はい、ただ問題はこの後細いラインを引いていくんですけども、ではちょっと今からこの親指を使って失敗したバージョンっていうのを紹介していきます。はい、フレンチブラシを使うんですけど、ブラシの先端に少しジェルを取って、この今まだ固まっていないジェルの表面だけをふわーっとなぜるように動かしていくんですが、これが力みすぎて力が加わりすぎるとどうなるかというのを紹介します。のせる、そのまま引っ張ってしまうとこうなってしまいます。はい、全部のジェルを持っていっちゃって、このように掘られてしまって表面がデコボコっとしてしまいます。これは NG。 あとはこのジェルの量が多すぎるとふわっと浮かせれないと、こんな感じに、ね、なってしまいます。これも白の量が多すぎるので NG。 なのでちょっと修正、そういった時は白の部分だけをすくい取るようにしてラインを引きます。そしてここがね、へこんでしまってると思うので、そのへこんでしまったところにクリアジェルを少し乗せて、でまたオーバルブラシで全体をちょっとなじませて表面を滑らかにしてあげるっていう感じで修正してもらえればいいです。手の動き的にはベタッベタッと置いたら、そのまま上にふわっと持ち上げながらスーッと引くって感じです。ふわっと持ち上げながら引く。でも持ち上げた時にブラシの先端が爪から離れてしまわないようにペタッと乗せて、ふっと持ち上げて、ブラシは爪の上に残ったままスーッと動かすって感じです。はい、ちょっと難しいですが、ぜひぜひ練習してやってみましょう。ではライトをつけて硬化します。そしたらノーワイプトップジェルを塗っていきます。でノンワイプトップジェルはカラージェルが塗っている部分だけではなくて、もう根元から全部をコーティングするように塗る。そしてこの先端のエッジの部分にもね、少しジェルを塗ってあげると取れにくくなります。であくまでもエッジの部分にジェルをのせるという感じなので、あんまりね、たっぷり塗りすぎるとエッジにジェルが乗らずに爪の裏にジェルが溜まってしまうというふうになりますので、ここは少し気をつけて、エッジだけジェルが塗るようにします。ではライトで硬化します。はい、ということで全ての爪にトップジェルを塗って硬化することができたら、はい、ということで完成です。いかがですか？
今日は、色のぼかし方とこのホワイトのラインの引き方っていうのを特に皆さんにお伝えしたかったんですが、伝わったでしょうか？はい、今日の動画が少しでも参考になれば嬉しいです。ということで、もし良かったよと思ってくださったら、グッドボタンとチャンネル登録、そしてリクエストや質問などはコメントでよろしくお願いします。ということで、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。橋本美香のネイルレッスンチャンネルでした。バイバーイ。 I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about.And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love?